えーどうもおはようございます。7月28日、朝5時の相場解説になります。えー、今回は1時間の、このローソク足を見てですね、現状認識をしておこうかと思います。まあ、お話したように、先週に引き続いて、今週もエントリーするチャンスは見つからないとは思うんでね、えー、その動きを見ていく中で、気づきをいくつか積み上げて、テクニカルにつなげていこうと思うんですよね。まあ、現状でも昨日お話したように、テクニカルが、 全くないかというとそうでもないんですよ。例えば、ダブルボトムはちょっと見つかるようになりましたね、ここで。ですんで、このダブルボトムから緩やかなトレンドの発生があったかなっていうのを昨日話しました。で、難品込みで私の場合はあエントリーしたわけですけども、それについてはまだね、別の動画撮りましたんで、FX オリガルヒの方だけは雑談まがいに聞いていただければと思います。えー、そして、エントリーするべきポイントっていうのはここですね。 えと天井が2つ重なったところをブレイクしたんでそこをちょっとねエントリーしたということですけどもただ大きなトレンドにはならずにすぐにまたね逆撃になってまあ言ってみればここのレンジに戻ってきたかなっていうところですけどもレンジに潜ったら潜ったでこれもよくある動きなんですけども、えー、反発してですねさらにはっきりとしたブレイクにつながるということでございました。 ところが昨日ですね、FRB の利上げが突然ありました。0.75の利上げです。というところでファンダメンタルのせいで、ここに大きな力が加わって、おそらく急速なる売りがですね、1時間のうちにこれだけの幅で生じたんではなかろうかと思います。1円以上ね、落ちましたね。一瞬で。ですんで、 この FRB のなんとかかんとかっていうのに気づいていれば私も含み益をだいぶ持った状態だったんですけどもこんなことがいきなり起きるんでねえですんで多くの人は速やかに反応したんでしょうけども私はあの目が覚めたらこうなっていたって形なんで大きなね含み損存を抱えております <laughs> 今のところねナンピングも込みでまあそれはまた別の動画で FX オリガルヒの方だけが見ていただければいいと思いますけども まあでも、ここで言えるのはね、いろいろありましたけども、結局は、えどうですか。上昇に向かってるってことですよ。こういう風にね。切れ上がってるでしょ。で、下の方は、ちょっと弱いんですけどもね。例えばここ。あの、トリプルボトムになろうとしてるんですよ。ここが1個目、ここが2個目。そして、今、まさに、今日中にわかると思いますけども、ここですよね。で、トリプルボトムが起こるとしたら、 ここから上昇の流れなんで、改めて、これ難品を重ねることになりますけどもね。ただ私の場合は難品のリスクを取れるように、ここら辺までは下の方を見ています。引いて言えばね、この点まで難品する覚悟で、ロットを調整して資金を用意してますんで、今回はね、あのー、その難品の細かいところに関しましては真似してほしくないんで言いませんけども、難品しないでくださいね。難品は難しいですから。資金量もいるし、度胸も要りますし、時間もかかりますんで、場合によってはデイトレードにならずにね、二番、三番、 あのポジションをまたぐことになりのですのでこの動画ではお話ししませんからこの動画でお話しするのはこれから上昇傾向に入る可能性が強まったよってことそして FRB の利下げっていうのは利上げか利上げっていうのはファンダメンタルが起きましてここドーンと下がりましたけども結局はトレンドの方に戻るということなんですよねトレンドのこう V ってやつを当てにしろってわけではありませんよ当てにしろってわけではありませんけども私はあ今の時点であの私個人のね 裁量を持ってエンントリーすするにはままあいいいタイミングだと思いますただ、皆さんには重ねて申し上げますけども、今週のエントリーはしないでください。しっかりとテクニカルがはっきりするまで、ずーっと観察してくださいね。で、あの、エントリーしましたよっていうふうにあの、連絡してくださった方は何名かいらっしゃるんですけども、それぞれのリスクの範囲でやってください。ただ、今週エントリーするよりも、もっともっとね、有利にエントリーできる日っていうのは来ますから、8月に。 だから、8月になるまで資金は温存した方がいいと思います。ですんで、ロットをね、ものすごく減らしてやってみるとか、デモトレードでエントリーするとかっていうのはいいと思いますけども、いつもと同じようなね、ロットで入れるのはやめた方がいいと思います。私もいつもと同じロットではないです。いつもの半分のロットでいってますんでね。え被、ー、れるリスクだけ被りながらエントリーするってとこですね。で、今日お話したいことっていうのは、要するに、えー、右肩上がりのトレンドが戻ってきたんじゃないかなってことを何点かお話しました。 というのがえっ、ー、とね、もう繰り返しますけども3点底が3点目が今日はっきりするんじゃないですかそして高値っていうのは切り上がってばっかりでしょだからこういう風うな開きつつある三角形ができてるわけですよで、そこは固まっていて同じ水準でずっと変わらないんですけども高値っていうのはずっとほら切り上がってるでしょこの形ね、分度器みたいですけどもね分度器 <laughs> 分度器ってこういうののがありましたよね、ね小学生の頃に、ね、こういうい分度器ですかその形が今ここにできつつあるんではないかなってことをお話して今日は終わっていこうかと思います、えー、エントリーするかしないかは、まあ、最終的には皆さんの判断ですけども今はあの資金がしっかりあってね精神が高まっている人はやればいいと思いますけどもただそうでない場合は観察するのが基地ですよ今週は。 で、そのぐらいの気持ちで今週見た方がいいよってこと、月曜日、うん。さてはですね、先週のうちから申し上げておりましたからね、えー。これはね、通常月曜日だけ様子見て火曜日からエントリーすればいいっていうふうな、そういうふうなタイミングではなくて、のんびりと見ていかなくちゃいけません。そういう時期っていうのは必ず来ますんで。その代わりトレンドが発生したら、追撃、追撃でどんどんね、あのー、倍なら倍一方向で終える時が来るわけでしょ。その時にまずは私たちは取らないといけないんですよ。今みたいな状況で、 あの、エントリーするポイントが見つからないなーって悩む必要はありません。テクニカル的に見つからない時なんですから今。ということで本日は以上です。また追加すると思います。